20分。今日のテーマはこれにします。ね、迷ったんだけど、これ誰かなと。今日のテーマは、見えるかな、見えんのこれ。友達。今日のテーマは友達です。いいですか。まず一つ目の質問。ここに書こうかな。みんなと考えたい質問はこれです。読める？はい、見えるかな。コラムちゃん見えるかな。見えるね。はい、友達は多い方がいいですか、それとも少ない方がいいですか、どうでしょうか。考えてすぐに答え出さなくてもいいんですよ。自分の頭の中で考えてどうだろうって聞きます。友達が多い方がいいと思う人、手を挙げてください。多い方がいいと思うの。はい、じゃあ押してください。じゃあ友達が多くなくてもいいと思う人、手を挙げて。多くなくてもいいという人、はい、ありがとう。じゃあ今手を挙げたということは、そこに理由があるはずでしょ、ね、多い方がいいのは〇〇だから多い方がいい、少ない方がいいというのは〇〇だから少ない方がいいという理由があるはずだ。その理由を教えてくれる人は手を挙げてください。はい、あ、じゃあお願いします。じゃあ今からマイク持っていくからね。マイクに近づけて話してください。お願いします。はい、どっちかな、まず。それぞれに1時間、2時間、早すぎる。なるほど、今の分かった？
って時間って限られてるやん。遊ぶ時間が30分しかなかったら2人やったらずっと30分遊べる。だからめっちゃ仲良くなるやん。でもな、葵ちゃんと5分葵ちゃんじゃないかな、葵ちゃんと5分、葵ちゃん、両方葵ちゃんやな葵ちゃん5分、葵ちゃん5分、ゆうこちゃん5分って言ったらこことの関係は深くなっていかへんのちゃう？どうなんどうなん？じゃあ少ない方がいいんちゃう？だって多かったら遊ぶ時間ないやん。おかつたくまといっぱい遊びたいけど、たくま以外にも友達がいっぱいおったらたくまと遊ぶ時間5分しかないねん。でもおかつの友達がもしたくまだけやったらあなたと30分遊べるんだよ。そうすると仲良くなるやん。じゃあ友達が多い方がダメなんじゃん。どうだろう。じゃあ聞くよ、もう一回聞くよ。友達は、あ、これ正解ないからね。正解なんかないんです、哲学って。自分の心に正解があるから。いいですか。哲学は正解なくて、聞きます。友達は多い方がいいと思う時があるね。あれ、減ったいいよ、減っていいんだね。っていうので自信持ってやるといい。だって自分の意見でしょ、ハルト。オッケー。じゃあ、手伝って。じゃあ、少なくてもいいと思う人。あれ、めっちゃ増えたやん、めっちゃ増えたやん。いいよ、別に意見を変えることは悪いことじゃない。じゃあ、なんで意見が変わったのか、その理由を説明できる人いる？はい、お願いします。
もうどっちもいい、うん、ということで、葵ちゃんはどう思う？
ちゃんも自分の友達とどうやって仲良くなったかってちょっと思い出してごらん。あやかちゃんもあかちゃんもね。はい、じゃあどうやったら仲良くなれるの、どうやったら友達になれるの、もっと言えばどうやったら友達から親友になれるの。はい、そこら辺ちょっとお願いします。サッカーとかそういうのをやってたら、やってる最中に友達になってしまって、なってしまって、どうやったら分かんの、僕があの子と友達になったって どうやったら分かんの。それ話をしたら友達ってこと。なるほど、話をしたら友達になったってサインってことな。他には他には、はい、どんどんお願いします。時間が終わった後に、うん、また明日も遊ぼうと考えたのか。なるほどな、だから次の約束を取るってことやな、それな。一緒に今日遊んで楽しかったからまた遊ぼうって約束するんやな。でまた次も遊ぶんやろ。そこで一緒に楽しいことをやってまた遊ぼうなって言って、楽しいことを楽しいことを一緒にやって仲良くなっていく、そういうことね。他には、はい、一緒に遊びに行った友達もええな、ありがとう、いいね、たくさん意見が出てきたね。一緒に帰ろうって遊ぶようで遊びの約束したり、楽しいことやった後に次の約束をするとかね、で自然に仲良くなってるとかね。じゃあみんな、どうやったら友達から親友、親友から一生忘れないとか、一生の友達というか一生の仲間になるんやろ、わかる。友達は多いけど親友っていうのはまた違うのかね。どうやったら友達から親友、なんかもっと仲良くなるのかな、あるかな、意見ある。これ最後の質問です。どうやったら親友になれるの、ね、じゃあちょっとおかち書いてる間考えておいてね。はい、じゃあ翔樹君にお願いします。僕は、うん、友達といっぱい遊んで楽しかったなっていう思い出がたくさんできて、うん、こうだんだん仲が良くなって親友になりました。なるほど、今自分の正規の親友はどうやったら親友になったのかと思った時に、あ、そうやって思い出がたくさんできたから、そういうことな。ありがとう。他にはある？はい、じゃあ葵さんお願いします。どうやったら親友になれるの、友達から。やっぱり友達になりたくない理由がずっと決まって、うん、そっから。なるほど、喧嘩をすることもあるけど、その喧嘩で仲直りしたらまた仲良くなっていく、そういう感じかな。ありがとう。他にはある？どうやったら友達が親友になる？はい、おはようとか毎日声かけるできるだけたくさん毎日声をかけるっていうことね。はい、どうだろうみんな、どうやったら友達が親友になるだろう。友達がハルトある？間違えてもいい、間違えるとかないからね、そもそも。なんか意見ある人どう？あとちょっとしかないけど、どうやったら友達が親友になるのかな。はい、大人にも聞いてみましょうかね。大人にはもう当てる感じに聞いてましょうね。それではお願いします。どうやったら友達が親友になるんですか。どうやったら友達がもっと仲良くなれるんですか。その人が生きていく中でうまくいってない時、うん、悲しいことがあったりした時、はい、そういう時も絶対に見放さないで、はい、一緒に、まあ、声をかけてあげたりとか、うん、存在していてあげることが、まあ、お互いにできれば、うん、親友になれるのかなと思います。なるほど、いいの分かった。自分の友達が困ってる時、苦しんでる時、悲しい時にそばにいてあげて味方になってあげる、そしてできることなら助けてあげる、そういうことで仲間、そして友達、親友になっていくという意見があります。どうでしょうか。はい、ハルト。いいね、ハルト。遠慮がいらない。なるほど。
か自分が本当に思ってることを言えるような友達になったらいいことやな。これを言ったらダメなんじゃないか、これ言ったらバカにされるんじゃないかじゃなくて、自分の気持ちをちゃんと伝えられる、そうなると親友になっていくってことな。本当はい、ありがとう、みんなありがとう。あっという間の30分やったね。部長やったね。はい、これが子ども哲学。正解なんかないから、今日話したこと、今日みんなと話したことは友達について話しました。まず友達は多い方がいいか少ない方がいいのか、どっちかな。意見が変わったよね。みんな変わることもベリーグッドです。そしてどうやったら友達ができるんだろう、自分から声をかけるとか楽しいことをやってたら自然に友達になるんだとかね。じゃあその友達がどうやったら親友になれるのか、いろんな意見がありました、ね、いろんな意見があるけどどれも間違いではありません。でもその正解っていうか答えっていうのは自分が見つけるしかないねん。見つけるしかないねん。例えばハルトが言った答えがそれいいなと思ったら若菜ちゃんはそれと同じ答えを持ってもいいし、正気が言ってることかっこいいなと思ったら音羽ちゃんも正気と同じような考えをしてもいい、ね、だから自分が思ってることとか感じてることをいつでも、紙に書くのでもいいし誰かに伝えてみてください。そうすればもっともっと仲良くなれるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日の子ども哲学はこれでおしまいです。エブリオスタンド立ってください。はい、立ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。